ハワイ空法王 A7 年5月22日頃は、江戸時代中期の幽廃。没年月日については、殉剣士髄院の日誌にないため、不正確なものとなっている。松尾馬蕉の奥の細道における欧州、北陸の旅に同行した弟子。長門重明の一人とされる。信濃国高島城下の格和原村の高野七兵衛の長男として生まれる。幼名は与左衛門。その後、 両親が亡くなったためおばの養子となり、岩波松江門聖事と名乗る。十二歳の時、養父母が亡くなったため伊勢国長島の住職、新泉義成のもとに引き取られる。漢文八年頃より、長島藩主、松平公渉に仕え、河合総五郎を名乗る。天名元年頃に知事。江戸の吉川タルに、吉川新党を学ぶ。上京年間に、 松尾芭蕉に入門し、同四年の鹿島紀港、元禄二年からの奥の細道の旅に随行し、空旅日記を残した。将軍、徳川家信の命により、宝永六年に幕府の潤拳士員となり、九州を回るが、翌年、一帰国か村風本で巡検の途上に病没した。去年六十二、海名は、剣王時尾美子寺。 墓所は、粋島のノーマン寺。原文5年、没後30年を経て、故郷、諏訪の正し願い寺にも墓標が建てられた。平成6年5月24日に、旧葛本町と諏訪市が、河合空の終焉の地と生誕の地と,の地としての縁で、友好都市提携を結び、旧葛本町が、旧域軍三町と合併後も粋市に受け継がれた。ありがとうございます。